ただいまお送りしたのはアジアカップ2011年大事な PK 戦で緊張しすぎて土をえぐっちゃった時の長友伊藤選手をお届けしました。アモーレ橋本です。アモーレ、今日はですね、皆さんにいろんなモノマネをお届けしたいと思います。まずは映画オールウェイズ3丁目の夕日にて、娘さんを僕にくださいと言いつつ昔話を語りながらいきなり切り出す堤真一。こいつはよ、ロコはよ、クソ生意気だしよ、リンゴみたいなおっぺしてよ、シュークリーム食って勝手に腹壊してよ。殺すぞ。はい、情緒不安定来週。続いて探偵ナイトスクープの桂小枝師匠のリアクション。でも桂小枝です。あ、今日はですね、小学生なんですけども、スーパーモデルをやってる中子がおるんですけども、そないね、その子、小学生と変わらんと思うんですよ。あ、もう後ろにおる？ちょっと見てみましょうか。いや、べっぴんさんや。笑いの教科書来週。最後は路上で猫を見かけた時のサマーズの三浦さん。猫終わり。以上です。どうもありがとうございました。